いや、どういうこと、スタインズゲート。ちょっと何が起きてるんだろう。てか、なんでマキセ・クリスは殺されなきゃいけなかったんだろう。まあ、死んでなかったけど、死んでは、いなくていたけど、なんで刺されなきゃいけなかったの？それも意味がわからんよな。その理由も、全然わかんないし、オクリンだけ話が合わないのも、ほんとすごい話だよ。マジでめっちゃ騙しいべこなんだけど、もう早く知りたい。期間、本当に期間なのか、どうなのか。マジで気になる。うわぁ。だってさえも、今日のさ、この序盤のところでさえも、なんで？みたいなこと多かったし、オカリンのあの中二病系なキャラもすごい良かったな。くすぐられる鳳凰院京馬。ペコーラも鳳凰院ペコーラって、名乗ろうかな。でもさ、何でも褒めるってわけじゃないけどさ、絵も世界観に合ってるっていうか、こういう世界観ペコーラ結構好きだな。ねえ、ペコーラ、下げ、見てなかったし、やってなかったペコだけど、面白い。こんな最初で、こんなに面白いんやって思っちゃったの。だってバナナがゲルになるって意味わかんなくない？しかも未来から過去にメールをしてるってことも意味わからんし。そう、6文字、そう、ペコーラもそこが気になった。メール6文字しかなかったの。でも、だったらなんで3通だったんだろう。別に全部6文字でつなげたやつを送ればいいのに。あと、あれも気になった、ムービーメール、雑音のノイズだらけのムービーメールも気になった。結局あれはいたずらメールだったのか、何だったのか。あれは何だったんだ。エルプサイコングル、それずっとオカリン言ってたね。別れない言葉、エルプサイコングル。それも意味あんのかな。なんであの時さ、マユシーはさ、オカリンの人質だからって言ったんだろう。気になるね。その発言おかしいよね。さすがに天然のマユシーだと言えと、ちょっと変だよね。いや、意味があると思う。ペコーラもなんかちゃんと人質として取られてんだよ、多分。マユシーは。アニメ見たらわかるんだろうな。そしたらペコーラもきっと使ってんだろうね。エルプサイコングル。絶対使ってそう。ペコーラすぐ影響受けちゃう、ペコだから。すべての謎が繋がったとき、きっとあなたはこう言うでしょう。エルプサイコングル。はぁ、なにそれ、なによ、どういうことよ。すべてを分かったときに言うんだって、エルプサイコングル。まだペコーラにはそれが分からない。何なのかがどういう意味なのかも分からねえ。同時視聴や。とりあえず同時視聴で見よう。めちゃめちゃ気になる。どういうことなんだろう。